モノビングフェイク。異星人に制圧された軍事拠点はラングレー、ピーターソン、エドワーズ、ヒッカム。民間施設ではイスルギ重工のソルトレイク工場、テスラライヒ研究所が制圧されています。主要軍事基地の他は兵器工場と突起の開発機関か。事前に我々のことをよく調べていたようだな。現在敵は各拠点を中心にした防衛線の構築に専念しているようです。インスペクターよ、今のうちに勝ち誇っておるがいい。差し入れありがとうな、ラト。海少佐が言ってた。アラドの態度が模範的だから、もうすぐ出してあげられるかもって。そっか。なあ、社員王者のことだけどさ、お前たちがリクセントを取り戻したんなら、あの子はもう戦わずに済むんだよな。うん。王女はまだこの船に乗ってる。え？リクセントだけでなく、他の国と、その人々を守るため、私たちと一緒に戦うと言って。じゃあ、DC と。うん。私たちの次の相手は、異星人。インスペクターよ。リクセント奪還作戦ご苦労だったな、大鉄。その後、DC 残党の動きは？沈静化している。彼らも異星人の出方を伺っているようだ。そうか。これで、インスペクターとの戦いに専念できればいいのだが。自分の国だけでなく、地球を守るために。それが社員王女の決意、そして覚悟。こんなところで何やってんだ！元気だけは余っているようですわね。オペレーションプランタジネット。そうだ、北米を制圧した異星人への反抗計画がまとまった。なるほど。東海岸と西海岸からインスペクターを攻撃するのか。だがその前にクリアしなければならない大きな問題があるね。ああ、作戦では西海岸からの進撃を連邦軍が、東は DC が担当する。欧州の連邦軍戦力を温存するためとはいえ、 DC がこの話に乗るかどうか。もともと DC は異星人への抵抗を謳って結成されたのだ。話の持って行き方次第だな。連邦の体制を覆そうとする彼らが連邦軍とうまく連携を取ってくれるのかな。対話ルートは確保してある。その後の対応は我々に任せてもらおう。
アダム博士、誰がシミュレーターを？見ていればわかりますわ。なぜリボルビングステークを使わん？何をやっとるんだ、京介は。らしくないな。いえ、アルトに乗っているのは自分ではありません。何？じゃあ誰が？いやー、アルトってガンガンいけるな。ほんと俺好みで。ん？あ！なぜお前がここにいる？それは私が彼を独房から出したのです。そんな申請は聞いていない。いや、それより何のために？彼の適性を試すためでして。しかし、アルトはスクール出身とはいえ操縦技能は、リオンでは彼の特性を引き出せませんわね。特性？ええ、最初は彼のデータを見てそのタフさに興味を持ったのですが、今回でいろいろと面白いデータを得られました。彼とやり合ったことがあるあなたになら分かるでしょ。俺やっぱりまずかったっすか？やはり貴様が DC 残党を支援していたのか。ええ、貴様は前社長と違い DC と縁を切ると言ったはずだ。ですが、連邦軍と DC、その両方に商品を売れば、イスルギは潤いますもの。この目ぎつね目が！あらあら、真っ赤になって。私が狐なら、そちらはタコさんですわね。ふざけるな！いい加減にせんか、見苦しい。この女の行為は許しがたいが、利用価値はある。ええ、バン大佐との仲立ちは、お任せくださいませ。DC 残党などと手を組むと。聖諾は合わせ飲む度量を持て、ケネス。次の作戦ではお前にも重要な役割を果たしてもらわねばならん。はっ。インスペクターとの戦いで人類が生き残るには地球圏の軍事力が一つにまとまらなければならん。オペレーションプランタジネットとミッションハルパーによってな。京介中尉、アンジュルグの補給要項をお持ちしたである。いや、クソは、それは私たち疲れてないからね、ね。だから遠慮しとくぜ。そうですか。いかがですか？私が作った栄養ドリンクです。どうぞ。いや、それでは。おい、やめといた方がいいぞ。そうよ、それ普通の人が飲んだら。クスハミズハ、データによればブルックリン少尉らと同じく念動力者。もしや私の正体に感づいて。やむを得ん、ここで疑われるわけにはいかん。うわっ、気の不全。バカ者。僕らの転移装置は一方通行、大型で機動兵器には搭載できない。転移先の空間確保も必要だ。転移戦法はそう簡単に使えないと。かといって
超大型宝冠ディアウスに頼るのはつまらないし。 DC に興味深い集団がおります。情報をお送りしましょうか。まあ見るだけ見ておくよ。それでは。あの年齢で異文明監査官とは大したものですが、地球人を見くびりすぎですね。おやおや、約束の時間までまだ少しあると思いましたが。あら、ごめん遊ばせ。ドアがロックされていなかったので。それで私にアポを取られた理由は何ですかな。ムグハル補佐官にビジネスの仲介をお願いしたいと思いまして。